食べてみてください。はい、いはいでは続いて、バブリスネームティンペイさんからいただきました。ありがとうございます。いますワイワイワイの皆さん、こんにちは。ワイワイワイ。ええ、私事ですが、念願だった沼津に移住することになりました。<え>おすごい。おめでとうございます。すい永住するつもりなので、<え>住む場所をかなり慎重に考えて。十、うん、件以上の物件を内見しましたが、んだんだん。 自分でも何を優先すべきかわからなくなり、結局一番最初の物件に戻ってきて。そこに決めました。そういうのもあるね。皆さんももしも引っ越すとしたら、こんなポイントを重視したいとかありますか?。ええ、まず移住だったりとか、まあ引っ越す時のポイントみたいなことですか?。ええ、重視してること。うん、ええ。日当たりの良さ。大事や。ええ。意外。意外。 なんでなんで？え暑い。しゃあんまり日当たり別に気にしない。日当たり良すぎてもあっちいから。あっちあっちで結構ニコ浴びたい系女子だから。私さなんならさあのカーテンずっと閉めてても大丈夫なんだよねえ本当に。マジ？でもそういうねもいるよね。いるよね。なんとなくそんなに当たりたくない。あ暑いし。マジ。日焼けみたいな。私もすぐ開けちゃう。朝起きたら。 私なんか自分の寝室が私も日当たり好きなんだよ日当たりがいい方が寝室がなんかちょっとあのブラインドなんだけどもうブラインドの隙間から日が入からえ多分タナさん六時ぐらいもう夏場はもうもう嫌がおでも四時ぐらいに起きちゃうんだようわあ暑いってねうわあえ分かる私もそう実は良すぎて嫌い <laughs> 一箇所空いてる。まあ、むしろ、ね、もう。って言って、おきんねん。え、それさ、ベッドの位置変えたら。 いやもうね固定なのそこがいいのかここでだからもうブラインドなってカーテンに白やもう車高のねそう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 白やって感じなんだけどいやでも自分でわざわざねこうセンチとか測ってちゃんとあの特注やったからこれをねわざわざカーテンに変えるのももったいないねじゃあまあ我慢してもらって余時置き余時置きでいいじゃん健康的だしそうやねそう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 2人あるなんかここ重視してるえ 水回りが綺麗とかだからもう新しめとかじゃないう新そう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 畜数畜年数がまあみたいなとか、うん、私は犬がワンちゃんそう二匹飼えるところが結構大変 そうだねそそうだ物件探しとかってなると一匹は大丈夫だけど二匹が難しいんですよ一匹も二匹も変わんないのでそうだよねいやこれマジで言う飼ってるとあなんだけどでも猫だったら大丈夫そうそうそうよくわかんないよねそれこがよくわかんないなんでワンちゃんはダメだけどワンちゃんダメだけど猫は二匹飼って大丈夫とかでも猫ちゃんの方がなんかカリカリねズネトギとかイメージがあるだけなのかわかんないけどこれわかんないよね そう難しいうーん確かにそれは狭まれるねそうでもそこが一番重視してるうーんなるほどね物件ねいろいろあるよね物件な物件見るのめっちゃ好きえわかる。すごい見ちゃう確かに間取りこんな間取りがあるんだそうそうこのサービスルームっつーのはんだ確かにこの極くせの